どうもいらっしゃいませ、プーマです。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。本日の動画なんですけれども、オーダー紹介、はい、ということで、とうとう来週から最強決定戦オールスターリーグ開催になりますね。今回も私はもちろん西武純正で参加しますので、そのオーダー紹介今日はやっていこうかなと思います。まあ今回はね、育成も間に合ってないので正直そこまでクオリティ高くないです。ただ純正最強決定戦が8月末から9月頭に開催されるはずなので、そこに向けての強化予定とかね、そのあたりの話も一緒にしていければいいかなと思っています。それでは早速本編いきましょう。はい、そしたら早速オーダー紹介していこうと思います。最初にチームスピリッツから紹介していくと、スピリッツが 93,960、 最大攻防上昇量が 16,31 となります。まあ現状自分が育成している選手を集めるとこんなもんかなっていう感じです。実はね、今の所持選手頑張って育成進めればスピリッツ 95,000 近くまで持っていけるんですけど、まあ今ね、そこまで本腰入れて育成して持ってっていうところが正直あるんですよ。まあ自分は目指してるのは純正最強決定戦なので、まあ今できる範囲で構成をしているという感じです。で、能力チャートに関してはこんな感じです。次は野手のオーダー紹介していこうと思います。で、今回野手はこんな感じでいく予定です。まあ過去シリーズの選手が多めかな。まあこれに関してはね、育成してない自分が悪いんでしゃあないんだけど、まあ、今回はパワー型8人とパワー A8 人を揃えるためにこの構成としています。ミート型のコンボ出してもよかったんですけど、まあ、去年のシリバの選手スピ解放とかした方が良さそうだなっていうところがあったので今回は諦めました。まあ、あとね、そもそも育成が終わってないです。一応最新シリーズの選手としては松井和夫さん、おかわりくん、辻監督、山川さん、ジャンセンさん、岸さん、この6人ですね。まあさすがに6人は少ねえな。うん、そりゃこのスピリッツになるわって感じですね。で、打順に関してはこんな感じ。まあ打力が高い選手上位に置いてるといういつもの感じになります。で、主要なコンボ、まあ特に星3コンボを紹介しておこうと思うんですが、今回は超大胆不敵、超重量打線、そしてオートグラフ、これが発動している状態です。まあ今シリーズ総力型ばっかりなんでかなりきつくて、まあ、最新シリーズの選手増やすとコンボバランス崩れるというところでこのオーダーにしているというところですね。ちなみに選手育成が進んできたらこんな感じの野手構成にしようかなと思っています。まあ称号決まる前提なんですけど、このオーダーであればミパ88出せる想定になっています。まあ結構ね、オグレディゲットできたのがでかい可能性がある。意外とオグレディ最強決定戦重要かもしれないです。ちなみにこの中で称号決めないといけないのは栗山さん、おかわりくん、アイトさん、この3人ですね。で、栗山さんとおかわりくんはミパ同値決めたくて、アイトさんはパワー型になれば OK かなと。まあ総力型つけなくてもいいかなっていうのが正直してきているのが今の現状です。あとは TS で誰が来るかですね。まあこれ次第で今後の構成かなり変わってきます。まあ、できればミパ同値の選手来てほしいなーなんて思っています。まあ高山久志さんとか登場したらミパ73同値ぐらいいけそうなんで、まあ、TS5 段あたりでワンチャン登場してくれないかなーなんてことを今妄想しています。まあ、もしね、同値の選手来たら浅村さんのところを入れ替えてスピリッツアップできるんで、過去シリーズの選手秋山さん、中西さんぐらいにできるんですよね。この2人を投入するぐらいであれば割と許容範囲かなと思っているので、ミパ同値の選手来てほしいなっていうのが本音で思っているところですね。はい、そしたらここまで野手紹介してきたので次に投手の紹介していこうと思います。で、投手オーダーに関してはこんな感じ。まあ、シリーズ2の選手3人入ってまして、覚醒が2人入っている感じですね。まあ野手よりはマシなオーダーになってるかなと思います。で、過去シリーズで投入してるのが稲尾さん、菊池さん、松本渡さんの3人です。で、稲尾さん、菊池さんに関してはステータス高いですし、松本さんもまあ死者ついてるんで、まあまあ今の段階では許容範囲内かなと思ってます。さすがにね、最強決定戦前にこの選手たち入れとくわけにはいかないので、最新選手に入れ替えしたいなというふうには思っていますが、で、投手で発動している主要コンボですが、超力戦奮闘、超変幻自在、熱狂の渦になります。まあこの辺が星3コンボの主要なところですね。まあ QEA コンボ出したいんだけど、これに関しては今後の TS に行きたいかな。まあ正直ね、とりあえず投手に関しては先日登場したセレクション平さん、これを獲得できたのが本当に大きいかなと思ってます。まああとはね、通常選手しっかり固めつつ TS 漏れなくゲットすれば、まあそこそこのオーダーには持ってけるんじゃないかなというふうに思います。で、ちなみに自分の予想だと TS で残り2人投手が登場するかなと考えてまして、まあ今年だと涌井さん、豊田さんあたり、あとは石井隆さんやら石井和久さん、あと小野寺チカラさんですね。この辺は割とね、今年出る可能性あるんじゃないかなと思っているので、まあ特に4段涌井さん来ないかなと結構期待しているところ
ところがあります。まあ、涌井さん来たらマジで嬉しいですね。あとは通常でこの前登場した松本さんやら水上さん、まあ、あとはまだ登場してない通常 S の選手、隅田さん、エンスさん、平井さん、この辺の投手は割と通常で出る可能性もあると思うので、まあ、この辺登場したらまあスカウト引いて投入する感じになるかなと思ってます。まあ、そこまでやれればまあまあぼちぼち戦えるオーダーにはなるんじゃないかなというところですね。はい、そしたら最後に目標の話して終わりたいと思います。で、今回の目標なんですが1万位から2万5000位この辺を目指していきたいなと思います。まあ、理由は簡単で、報酬に自チームの A 契約書、これがあるからですね。正直 S10% 契約書より自チーム A 契約書の方が嬉しいです。で、まあ、今日紹介したオーダー完成度だと実際このぐらいの順位に落ち着くんじゃないかな。まあ、現実的な見立てかなと思ってます。まあ、今回の最強決定戦はね、育成もまだ間に合ってないですし、まあ、気楽に遠くから眺めておこうかなというふうに思います。まあ、本番はあくまで純正最強決定戦なので、この最強決定戦終わった後からの1ヶ月、セレクションが終わった後の1ヶ月、TS4 段からですね、ここからの1ヶ月がとにかく大事です。ということで、本日の動画は以上となります。ぜひですね、高評価、チャンネル登録していただけると、動画制作の励みとなりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。